今日実はこちらに劇場に座っていらっしゃる方、人数の問題じゃなくて、本当に奇跡のようにこういうふうにお集まりいただいたなという。今日はたまたま雪が一応止まっていて、なぜこういう話をするかといえば、青森の近くからいらしてる方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、多分また全国いろんなところから新幹線に乗って来られた方も結構いらっしゃると思うんですね。だから今回はこういうコロナ禍という、ちょっと環境というか状況が違う中で、この何ヶ月間の間に、たまに集まっていただいたりしてるんですけど、お一人お一人の、何というかな、ここにいらっしゃるということ自体がすごく大事な、普通美術館にいて何かを見てということの感覚とはまた違う意味の、そういう気がいたしますね。私自身も毎月、一応来ているんですけれども、なぜこの話をしているかといえば、先ほど高橋さんが、私と、山城さんの、会ってからの長い期間という交流の深さということに触れてくれましたけれど、だからこそ公に何か言うということがだん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 こう消えていく。これは本当にある時点からもう山城さんの作品はもうその場に行って、見るというか、イメージの中にこう入り込むということでもういいというふうな感覚でずっといて、多分初めて、かもしれません。2004年の例の今入り口で公開されている作品を VHS でいただいて衝撃を受けて、そこから私の方からプロポーズというか、言葉を避けて隠れている山城さんを言葉の場にこう何て言うか一生懸命に、お願いをして、それ以来の出会いが続いているような気がするんですけど、今度の作品企画展も、やむを得ないことではあるんですが、私はむしろこの長い期間の中にひたすら山城さんは沖縄じゃない形、つまり沖縄に触れず、どういうふうに出会えるかということにひたすらひたすら多分考えてきたのではないかなと思うんですね。それは私自身が韓国のある南の島から逃れてきてここにたどり着いて、30何年ここにいるということの自分の、移動する身体ということもあって、くれぐれも韓国とかチェジュ島とか、あるいは今度黄さんの作品から出てくる例の事件とかに触れず、そこに行かず、どういう形で逆に、いられるかということにひたすらという、自分のそういうこととも重なってたかもしれませんけども、多分山城さんの作品の前で沖縄ということを思い出さずいられるかというね、逆にそういう可能性を見つかることができないのかという、そういう、それが天船という形で今回現れましたけれども、みんなの記憶がつながるような、こことあそことある地域ということを以前に、私たち生きてる人々と亡くなってた死者方の子たちも、それをこう分けることなく、なんとなく自然に違和感なくつながっていて、今生きるこの地点で起きてる出来事や、そういうことをこう自由に想像できて、さらにこう体が感受できるような、そういう感覚で山城知佳子さんの作品の世界の中に立っていられないのかなということをひたすらひたすら多分探し求めたし、ある意味では、そういう世界にもかなりいられたという気がするんですね。今山城さんはだんだんこう古い、しかし一番新しい記憶の方にどんどん行き、だからいつもおじと孫が現れてくるんですね。一種のこれ継承システムだと思うんですけども、ある時からおじと孫のこの関係性が何らかの形で配置されている作品を今ずっと続けてる。私個人的にもこうしたこんがらがってるこういう記憶とか、こういう感触とか、
こういうものたち、だから誰がそれをもう例えば加害とか何とか受けるかという、そういうこと以前に全然違ったある時間性、山城千佳子さんの作品の中で、例えば私個人的にはある認知症という認知のその身体を最近ずっと考えてるんですね。だからそのまあ何というのかな、ある種の距離をどう置くかという、だから沖縄のことで沖縄の歴史を聞いたり、今現在起きていることをちょっと説明切っていくと、ああそうかそうかというふうにしていて、果たして残るものは何なのか。例えばジェジュ島の43のことを聞いて、 そういう時にああいうことが起きて、そういう時に残ったということで聞いてて、で最終的に残る痕跡は何なんだろうという、私に戻ってくるものは何なのかというね、まあ、そういうことを思った時に、もっとリアルな意味で、実はリアルじゃないように思っている例えば認知の体というものは、ある種の距離の置き方が分からなくなっているという、だから逆に言えば、あの自分の体に刻まれている、確認されている、刻まれている、しかし分からない、他の人、他人、他者のものとして、突然それが生きている間、自分の体から出てくるような感覚。だからまあ認知の体ということをいくつかちょっと、それこそ見てみますと、実際生きる生命有事の時間の中に自分の死について認識が不可能になってしまう、それが重なる瞬間、それが結果的にまあ認知の、で記憶がこんがらかっちゃうわけですよね。でも健在はやっぱり生きる、身体として残る、そうしたやっぱり距離感覚と時間感覚、場所と時間性がこう交えてる、そういうイメージの力が多分山城さんの近くの作品の中では今非常に撹乱する状況の中で現れているのではないか。つまり、まあ、だからですから当然芝居というかある物語性を見たり水を見たり、自分の中でも多分分からなさがいっぱい多分重なっていると思うんですね。求められると沖縄のことに戻って説明するしかないんだけれども、でもそうではない形で作品がすでにもう現れている、うん、多分そこに一貫して好奇心を持って、子どものような好奇心でさらにかなり根深く探求して、でそれにふっと訪れる自分のイメージを大事に掴んで、さらにそれをまた考えて考えて、でそれで作る山城千佳子さんの作品の世界の、まあ、世界の独自のものなのかなという、まあ初期作品、今回日本への旅という作品を出してますので、その2004年から、そうですね、チンビンウエスタンまでの時間を考えると結構まあ16年とか経つわけですけど、この間に一番やっぱり最初の初期の頃に自分で抱えていた感覚っていうのは、その今おっしゃったように実際そうだったかっていうのはわからないんですよ。その沖縄戦とか基地問題を扱わなければ評価が得られなかったかっていうと、それはそう、現実はどうだったかっていうのはもうわからないんですけど、そういうふうに自分が思い込んでいた面に俯瞰して気づくことができたっていうのが、まあ、私が得た、作品が実際に具体的に変化する、きっかけになったことなんですけど、でもそれはどうやって気づけたかっていうと、やっぱり作品のを作り続けていく中で、一作一作通して実感として、こう、紐解いていったっていうのはあって、紐解いていったのかちょっとわかんないですけど、まあ、その戦後生まれ、復帰後生まれのものとして、私の世代はあるんですが、そのまた下の世代はもっと深まる、悩みもあると思うんですけど、自分の体験じゃないことが原因、起因として、米軍基地が目の前に立ちはだかっているっていうことが、若い時には、理解がよくできない、まあ、いまだに理解してるかというとできないんですけど、
自分の目の前にあるフェンスとその向こう側に広がる土地を見ているといつも、その理由は何ですかって言って聞かされる言葉は、奪われていった、あなたの土地、故郷は奪われたんだよという話を生まれた時から、まあね、折々に聞かされているけれども、その光景を見たことがないし、自分の経験上で、すごい分かりやすくブルドーザーで目の前奪われていったっていうことを見たことがないっていうのが大きいんですよね。で、でも、今回のコロナのことでもそうですけど、基地の中から、まあ、今、何ですか、直接的に日本の権益を通さずに来た米軍人たちが3月の人事異動でわーっと1000人ぐらい来た、その直後にこう広がっているとかっていう話が、やっぱり身近にあったりとかして、なんか日常にものすごい近いんですよね。そのいろんな基地との兼ね合いで起こるその摩擦みたいな。で、それはじゃあどっから来たんですかって一番最初のところに戻ろうとすると、もう自分の記憶にないっていうので、いつもやっぱりさっき言った何て言うんでしょう。認知の問題につながっていくと思うんですよ。なんかこう、いつでも故郷と呼ばれる自分のと、その生まれ育った土地の中でさまよっている状況に、いつでも陥っちゃうみたいな。で、それに単純にこう、今までこう、なんかこう、苛まされるだけの時間だったものから、なんかここ数年は、なんかこう、ちょっと俯瞰しようよっていうような目線を持てるようになってきているのかな。それと、あと、その過去の記憶の証言だったり、いろいろ聞こえてくる声に、の大きな存在で、喋る内容、自分が喋る内容を定めてしまうとか、そういうものをもうやめてもいいんじゃないかっていうふうに思えたっていうのが、ここ数年の、大きい変化かなというふうに思うんですけど、今見た自分の目で見たものを、まあ、なんて言ったらいいんですかね。とにかく現象から自分の言葉で話してみるっていう、そういう作品を作ってみようっていう、今そういう感じで作り始めたかなというふうに思ってます。十何年っていう時間で、ある意味ですごくコンパクトな時間の中で、まあ、短いっていうことではないと思うんですけれども、やっぱりそのすごく大きな転換というか、をその過ごしてこられたんだなということがよく分かりました。それでいくつかその映像作品の中でも、山城さんはそのやっぱ具体的な場所に結びついて、作品を構想されて作っていくっていうことがあったと思うんですが、例えばその、肉屋の女っていう作品もそうだったと思うんですけれども、そのアメリカ軍のまあ基地があって、でその基地とその外の間にあるっていうか、その周辺にある非常に曖昧な境界っていうもの、まあ、別の作品ではそれは、海岸の浜辺のがそうだったりすると思うんですけれども、いわゆる、両国のアメリカと日本の間にあるちょっと不思議なエアポケットのような空間っていうものの持っている、こうどちらにもなんか帰属しているようないないような、とても曖昧な空間なんだけれども、その空間が用いる潜在的な力っていうか、何かどちらにも属さない
ていうその可能性を具体的な映像にして見せてくれるっていうところが、その山城さんのこれまでのなんていうのかな、非常にその事実とか具体性に基づいた、しかもそこからフィクションを立ち上げていくように、まあ展開していく力だと思うんですね。でそのことは沖縄にでその得られた認識であり、その提言であり、もちろん表現なんですけれども、必ずしもその沖縄に住んでいない我々を非常に鼓舞して、 何がしかのこの運動に向けてこう駆り立ててくれるような、そういう力があると思うんですね。でただそういう曖昧な領域っていうのは、その権力にとっては直ちにすぐ叩き潰すこともできれば、もうクリアランスの対象になってしまうような場所であると。でその次に山城さんがこう展開していった先には、この先ほど北部の、ブーマ集落の近くにあるその、採石場っていうものを、見つけておられるんですが、これは本当にそこで取られた土砂を辺野古に持っていって埋め立てるっていうような、まさに非道というかな、その現象がそこで行われている、その真っただ中にある浜が実は自然の、今日のお話で私初めて伺ったんですけども、その一番近くにある浜が実はそのサンゴ礁が、風景をこう横断する道路を作ることによって浜が守られるみたいな、そういう不思議な逆説があったり、あるいはそういう集落にふとこう右折して入っていくと、その先にまだ聖域が存在していたり集落があるっていうのも、どんなその厳しい状況にあっても何かこう発見していく、現象を見出していく力っていうものを改めて、ちょっと今回はちょっとコメントになってしまうんですけれども感じました。そのなんか自然を映すっていうことが、例えば夕焼けが綺麗だっていう形で素朴にそれを表現したり、あるいは海の青が綺麗だからって言ってそれを映像化して直ちに作品化できない、むしろその濁った海の水の中からそれと格闘することによって、何か自然の今の現象から何がしかを引き出していくってことが、その時山城さんがやろうとしていた、ちょうどアーサー女とかそういうのを作られた後だったかもしれませんけれども、その自然に対する自然の美しさとか、あるいは自然をどういうふうに表現していくかとか、自然というものをどういうふうに相手にしていくか、今いるか、それからこれからしていこうとされているのかっていうことについて、改めてちょっとお聞きしたいんですけれど。沖縄にの中でも、私は那覇市に生まれ育っていて、決してなんというかこう、たまに誤解されることがあって、土着的なすごいこう中でこう生きてるように思われたりとかする時もたまにあるんですけど、実は都会っ子で、沖縄の中でもそんな自然に親しんでる方でもない環境で生きてきたんですね。でやっぱり沖縄っていう国境のことを知りたい、知ろうとしたっていう、20代前半学生の頃とかが結構ですね、沖縄ブームの時代で、映画とか結構流行ったんですよね。で、やっぱりそういうメディアからこう仕入れてきた自分の故郷の姿っていうのが、美しい海で美しい自然のあるっていう時に、映像だったんですよね、そこで、見てきた
潜るっていうのも、海を潜って、自分でやっぱり免許取って集中撮影をした、向こうへ今回出品するんですけど、あの時初めて、自分の目で見たんですね、水中を。それ、何歳だ？ 30 くらい超えてましたかね。やっぱり自分の目で見るまでは、映像を通してだったんですよ。じゃあその映像、誰が構えてるんですかっていう、そこを疑う、時間がまあ、あって、で、実際に免許を取って自分で潜ろうとして、した実、あの具体的なきっかけは沈む声赤い息を取るためだったので、初めても練習して、撮影のために潜ったのが、大浦湾の辺野古の海だったんですよ。で、プロのダイバーを4人ぐらい付き添っていただいて、30メートルぐらい下まで潜ったりとかしていくと、やっぱりこう、ダイビングのメッカじゃないところだったんですね。そうすると結構砂が舞い上がるの海で、濁ってるんですよ。透明じゃないんですね。で、やっぱり観光地になる透明の海っていうのはもう場所が決まってて、全部が全部きれいじゃないんだっていうのが、まあ分かったんですよ。日によって、今日は透明だけど、普段は辺野古の方の大野川は結構砂で濁りやすいんだっていう話を聞いてました。でもそういう中で、実際に30メートルぐらいの丘の青サンゴの丘を海底で見たときに、ああ、もうそれはもう言葉では言い表せないぐらいの、この世のもの、このようにこんなものが、あるなんて、驚きと一緒に美しい光景だったんですよ。まあ、なんていうか、その話をしたところで今あれなんですけど、なんかどっちかというと自然を自然のまま見るっていうよりは、やっぱりその地域の方々とかの、何かを通して関わり方とかそういうのをメディアじゃない、何かの意図じゃないところで、その生活者の目線でその自然に関わってみようとしたときに見えてくる美しさっていうのがあるなって思っていて、そうですかね。土の人っていう作品のラストシーンで美しいシーンで終われ会いたいと思って、ユリの満開のシーンに終わるんですけど、あれも、このゲートの前で、100人ぐらいの市民の方々が、道に寝そべって、トラックの往来を止めながら、歌三線で拍手をしているっていう現場に立ち会って、自分も一緒に寝そべって、手を上げながら、周りを見渡した時の手のひらの、拍手、表紙を撮る光景が、もう、すごく美しく感じたっていう。まあ、そういう時にしか美しいっていう、なかなか私自身の感性が響かないので、そういうのを作品化してると思います。はい、ありがとうございます。